さすが中国クオリティと言えそうです。お疲れ様です。パーソナリティのアスカです。動画をご覧いただき、ありがとうございます。さて本日のテーマは、中国ご自慢の電磁カタパルト空母、ハリボテだった、をお送りします。中国ご自慢の電磁カタパルト空母はハリボテで、関西機が飛び立てない。中国が6月に新たな空母を浸水させたのですが、それがなかなかにポンコツだとして、世界で話題になっています。 この中国3隻目の空母、福建は、満載排水量8万トン超と、これまでより大型化した空母です。しかも効率的に、関西機を射出する、電磁カタパルトシステムを初めて備え、既存の2隻と比べて、はるかに攻撃力に勝ります。しかし、電磁カタパルトシステムの運用には、高度な技術や膨大な電力が必要です。福建がこのシステムを実用的に運用できるまでには、 かなりの時間がかかると見られています。既存の空母、両寧と三島は、どちらも推定排水量5万トン程度です。反り上がった甲板から関西機が発艦するスキージャンプ式を使用しています。そのため搭載できるのは24から36機。発艦頻度や航空機の重量にも制約があります。一方、福建は電磁カタパルトを装備したことによって、重い航空機の発進が可能となりました。 特に哨戒機を運用できるようになるため、空母の防御能力が大幅に向上します。ただ大きな問題があります。実は電磁カタパルトを運用する際には、膨大な電力が必要となります。このため、復権のような原子力でない通常動力の空母で、まともに機能するかどうか疑問視されているのです。海上自衛隊元自衛艦隊司令官の高田氏は、復権は既存の二隻とは質的に違う空母であり、 米国の技術水準に近づいたという意味では画期的だ。しかし空母の収益から戦力化までには5年前後が必要となる。しかも関西機の開発やパイロット、広範囲の育成など課題も多い。特に電磁カタパルトの存在自体は脅威だが実用化にはさらに時間がかかるだろうと指摘しています。福建よりも前に電磁式カタパルトを採用しているのは米国のジェラルド・ R ・フォード、GRF だけ。 GRF は米国にとって約40年ぶりの収益となる最新鋭空母であり、2017年7月に GRF の収益式に臨んだ当時のトランプ大統領が世界に向けた10万トン級のメッセージだと述べたほどの巨漢です。そのため、二ミッツ級空母の3倍の発電力を誇る原子炉を搭載しています。この巨大な発電能力により、GRF は様々な新たなテクノロジーを搭載することが可能となりました。 その最たる装備が、この発電能力を活用した、電磁式カタパルトです。より重い艦載機を射出できるだけでなく、機体に与える負荷も小さく、機体の摩耗や劣化を抑えることができます。ところが復権の場合、その動力は、ディーゼルエンジンです。GRF に比べると、その発電能力はかなり貧弱なものとなります。果たしてちゃんと艦載機を発信できるのかどうか、疑問を持たれています。 もし運用中に突然電力不足で稼働がストップすれば、戦闘機が発進できず、海中に没する可能性すらあるのです。また、福建は、航行用の電力供給用に3機のディーゼルエンジンを搭載していますが、電磁カタパルトを使用するために、さらにもう2機のディーゼルエンジンを積んでいます。この負荷のため、航行スピードはかなり落ちると推測されています。このため福建は、実際の戦闘では、 戦闘機やミサイルによる攻撃の格好の餌食になることが考えられるのです。こうしたことから、世界からハリコの空母、ハリボテ空母と呼ばれ、嘲笑される可能性が高そうです。このような中国の新たな空母については、海外からも多くの声が寄せられましたので、ご紹介します。海外の反応。中国人は米国の設計を盗み出してコピーし、電磁式カタパルトみたいなシステムを実装したみたいだな。 だけど、外見だけ真似てもちゃんと動くかどうか怪しいね。私は依然として、彼らの製品に非常に疑いを持っているからね。ロシアが使っている中国製の武器も、故障ばかりだそうだしな。私には、福建から次々に飛び出そうとする中国機が、カタパルトの故障で空に飛んでいけず、海中に飛び込んでいく姿が見える。まるでカタパルトから魚雷を発射するようだ。実用性のない試験管だろうね。 停戦状態で発電機をフル稼働させれば何とかなるかも。電磁カタパルトを作動させるたびに瞬間電流をまかない続けるのはどのみち不可能だと思うよ。電磁カタパルト搭載と言いたいだけだね。実際には使うつもりはないんだろう。仮に出撃したとしても攻撃の的になるだけだ。米国がフォード級の空母を収益させたことで焦ったのかもしれないな。ディーゼルエンジンか。ただのでかい標的だな。 それか中国製だから勝手に沈むぞ。素敵な人工魚傷になるだろうね。それで他の二つはまだ浮かんでるの電磁カタパルトは原子力空母でないと電力不足でまともに使えない。しかも発汗の射出時に一気に電力がいるから、その時に電圧が上がらなければ、当然性能が発揮できない。原子力エンジンの予熱、排熱を効果的に利用できる蒸気式にしないと運用はできないよ。日本の反応。 中国は着々と本格的な空母運用を目指しているのだろうね。だけど世界はもう、有人戦闘機から無人戦闘機へと転換しつつある。空母の概念そのものが変更を迫られる可能性が高い。無論、航続距離の限定されているドローンを運用するにあたって、空母のような母艦の存在は必要にはなるけどね。ただ、それが果たして今の空母と同じ形になるのか疑問。 台湾海峡で米隊相手に戦うには力不足だし、万里の頂上や戦艦ヤマト以上の壮大な無駄遣いになる可能性が高いと思う。確かにドローンの有効性が証明された今、ドローン空母は今の型ではないだろうね。そこで日本としては、昔あった E401 型の潜水艦ドローン空母を世界に先駆けてぜひ復活させてほしい。大型ドローンは火薬で発射し、小型ドローンは魚雷で発射する。 そこに日本の静音技術が加わり、本家本元が作る神風とは、こういうことだと、共産国を新潟寒から締めてほしいです。見せるための空母だと思うので、立派に見えれば作った効果はあるだろうね。これら3隻の中華製空母が、今後どういった運用、そしてどういった機会に実践活用するのかが気になる。福建の前の2隻は、就航後訓練はしているのだろうけど、実際に活かされる機会はなかった。 その方が平和でいいのですが、中国軍としては、運用実績や経験はなしのまま。膨大な建造、および維持の費用が消費されるだけ。中国空母、実戦経験はなしの宝の持ち腐れていてほしい。蒸気カタパルトは、秘密を盗めなかったんだろうね。中国空母は黎明期で、経験を積んでいる段階だろう。空母運用も打撃艦隊軍も、人員要請含めて黎明期。 経験を積んで今の空母が廃棄処分される頃には、全く違った光景が見られるかもしれないね。相手を舐めるとやられるよ。油断して大敗したミッドウェイの繰り返しです。復権が欠陥感だとしても、今後の開発、実験、検証には使えるし、日本のように厳しい軍事予算の縛りがないのも大きい。どんどん軍拡できる独裁国家である限り、いずれ技術的に追いつかれるのも事実としてある。 現代戦は、質は量を量駕するが、技術力の差が縮まれば、量が質を量駕するようになるかもしれない。システムの実証実験のための、試験空母を建造できる軍事国家だと考えると、脅威だよね。日本だと初めから新機構の実験として建造しても、欠陥品だ、責任を取れと非難されるよ。かつての日本の空母、シナノや大砲のように、空母としてではなく、洋上補給基地として運用するなら、 外洋に行く必要もない。台湾沖に停泊して、地上基地から発進した戦闘機に給油だけできればいいんだから。そういう運用なら、航続距離は関係ないので、脅威であることに変わりはない。小型の性能のいい空母や、艦船を大量に作った方が有利かも。こうしてハリボテのような空母を作ってはいますが、中国はあまり甘く見ない方が良さそうです。中国は、あと13年で空母をさらに3隻作ると言っています。 日本は広大な領海を持つ海洋国家です。現在はヘリ空母を回収して F35 が運用できるようにしています。しかし通常の空母も作り、ノウハウを集めるべきでしょう。一党独裁政治、軍拡路線、領土野心の強い中国が隣国である限り、いつかは軍事衝突が起きます。一人っ子政策の影響で人口はインドに抜かれるのも目前で、20年後には、 日本と比べられないほどの超高齢化社会化が確実な中国。そうなれば、経済力は格段に低下します。その前に、各方面の領土問題を優位にしようと動くのが容易に想像できます。いつ有事となっても対応可能なように、日本政府は対策をするべきです。例えば極小の空母を多量に持つという対策もあります。今やミサイル一発で、空母でも大変な被害を受けます。 また、衛星や無数の監視ドローンで監視や攻撃されます。これからは小型の性能の良い,い空母や艦船を大量に作った方が有利ではないでしょうか。大量の兵器を保有しているロシアや中国など、特に独裁国と向き合うには、それが大事だと思います。あなたはこうした中国空母の現状をどう思いますかぜひ意見や感想をコメント欄にお寄せください。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。 またあなたとお会いできることを楽しみにしていますね。